アッコと呼ばれた大崎明子は癌の治療をやめ、残りの時間を選手たちと過ごした。野球が好きだったアッコは親の反対を押し切りマネージャーになった。両親はどうせすぐ辞めると話していたが、夜遅くまで選手たちと残った。高校2年の6月、喉が痛むんだよねと話し、検査の結果癌が告知された。この年チームは夏の甲子園出場を決め、アッコは病院で電話越しに効果を口ずさんだ。秋に退院したが癌は転移し、グラウンドに行ってみんなに会うと疲れが吹っ飛ぶからもう治療しないと両親に告げ、自分の体調のことは誰にも言わなかった。最後の夏の大会、チームは初戦で敗れ、アッコは選手を励ました。部員は来年の春にアッコと見ようとグラウンドの花壇にチューリップを植え、私も植えると期待していたが、再度体調を崩し、その1ヶ月後永眠した。それ以降花壇への一礼が部員に引き継がれている。